はい、皆さんこんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。今回は日本の秘境徳之島についてお話しします。秘境というのは地元の人しか知らないような隠れた美しい場所のことです。その秘境なんですが、今回は私が生まれ育った島、徳之島という場所を紹介したいと思います。まずは徳之島が一体どこにあるのか皆さんに教えます。日本人でも徳之島がどこにあるのか知っている人はあまりいません。ですので、徳之島のことを話すときっと皆さんびっくりすると思います。そして徳之島の魅力。一つ目、世界遺産であること。二つ目、美味しい食べ物。三つ目、徳之島のユニークな方言。四つ目、徳之島の人の優しさについて今日は4つお話ししたいと思います。このお話を聞いた後はきっとガイドブックに載っていないような日本の魅力を知ることができると思います。そして日本人と話す時の話題にもなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。それではレッツゴー。あやのずラーニングハブ、まずは徳之島の場所です。皆さん、徳之島ってどこにあるか分かりますか？日本人の方でも知らないという人が多いと思います。徳之島というのは鹿児島県の南にある島です。沖縄の方が近いです。徳之島の場所といえばちょっと面白い話があります。前に ALT の先生とお友達になったんですが、 ALT の先生に徳之島って最初聞いた時はどう思ったって質問してみたんですね。ALT の先生というのは海外から日本の小学校や中学校、高校で英語を教えるために日本に来てくれた先生のことです。その先生にとって初めての日本だったのですごくワクワクしていたみたいなんですね。それでイメージは秋葉原や大阪のような都会のイメージがあったらしいんです。まあ最近ではね、インスタグラムや YouTube で日本のことたくさん調べられますからね。それでそういうイメージを持って日本に来たらしいんです。先生の研修が終わった後に、あなたは徳之島に行ってくださいねって言われた時、ワクワクして徳之島を Google マップで調べるわけです。そしたら徳之島って南の方の小さな島なので、なんだここは、こんなところ知らないぞってかなりショックを受けたらしいんです。そりゃそうですよね。だって日本に来る前は秋葉原や大阪の大都会をイメージしていたわけですから、小さな島を見た時はショックを受けますよねまあその先生にとって最初はショックだったんですが、最終的にはですね、みんなから好かれる先生で、たくさんのいい思い出を作れたということで、また徳之島に帰りたいと言ってくれていますよ。一つ目の徳之島の魅力は、世界自然遺産にも登録された自然の美しさです。2021年にユネスコの世界自然遺産に徳之島が登録されました。徳之島にしかいないような固有の生態系、そしてアマミノクロウサギといった絶滅危惧種が徳之島にはいるからというふうに言われています。あとは何といっても海の美しさです。コバルトブルーの透き通った海に白い砂浜、もう最高です。私が好きなのは夕日を眺めながら、そして海の波の音を聞きながらゆっくりと過ごすことです。なんだか一日の嫌なことも全部忘れられる気がするんですよね。私は山派か海派かと言われたら絶対に海派です。しかも徳之島は小さい島なので、その綺麗な海まで私の家から車で10分で行けちゃうんです。はい。ですので仕事の合間とか仕事が終わった後に海を見にドライブしに行くことが多かったです。それが私のストレス発散法にもなっていました。徳之島の海にはサンゴ礁があります。ですのでとてもカラフルな魚もたくさんいて、ダイバーさんたちにとっても人気のスポットです。日本全国のダイバーさんたちが徳之島の海に潜りに来ます。
そうですね。本当に透き通っていて綺麗なんですよね。あとはウミガメも見れますし、3月にはクジラも見れます。クジラが北の海から暖かい海に降りてきて子育てをそこでします。なので3月の頃徳之島に行くとクジラウォッチングのツアーがあります。私もそのツアーに参加しましたが、近くでクジラが泳いでるのを見たり、ジャンプしているのが見れて、とても大迫力で感動しました。クジラウォッチングすごくおすすめです。二つ目は徳之島の美味しい食べ物です。徳之島の食べ物といえば、トロピカルフルーツです。徳之島は南の島なので、マンゴーやドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、パパイヤ、あとはモンキーバナナと言われる小さくて味が濃いバナナが有名です。夏になると隣のおばあちゃんがマンゴーをお裾分けに来てくれるんですね。お裾分けというのはシェアするという意味の日本語です。あとはパッションフルーツというフルーツもよくお裾分けでもらいます。皆さんパッションフルーツって知ってますか？パッションフルーツというのは丸くて外側の皮は赤いんですよね。赤っぽい色をしています。そのパッションフルーツにヨーグルトと蜂蜜を入れて一緒に食べるととっても美味しいので、もし食べる機会があればやってみてください。他の地域、例えば東京、大阪、福岡、本土の方ですね、はあまりトロピカルフルーツを手に入れることができないので、できたとしても高いので、そうですね、私の島はとてもラッキーだなと思います。たくさんトロピカルフルーツが安くで食べられます。徳之島の魅力3つ目は方言です。日本って本当にたくさんの方言があります。有名なのはそうですね、関西弁でしょうか。ありがとうのことを大阪では大きにって言いますよね。聞いたことないですか？徳之島の方言もとっても独特で、他の地域とは全然違うんですよ。例えばありがとうのことを徳之島の方言ではおぼらだれんって言いますなんだそれって皆さん思ったんじゃないでしょうか。きっと他の地域の人におぼらだれんって言ってもわからないと思います他にもごめんのことをしめらんって言います。あとはそうですね、今日寒いねっていう時は徳之島の方言ではきゅうしげろいやって言います。共通語とは全然違う言葉です。今は徳之島では50代後半の人以降は方言を自由に使うことができています。とても流暢に話せています。ただ50代以下の人になると方言は分かっても話せないという人がたくさんいます。私もそうなんですけど、聞き取ることはできるんですよね。おじいちゃんおばあちゃんと近くで一緒に住んでいたので、何を言ってるか分かるんですけど、喋ることはなかなかできません。なので、だんだんとこの徳之島の言葉が廃れていっているんですよね。それでユネスコの、危機言語というものがあるんですが、その中にもこの言語、徳之島の方言が含まれていて、絶滅言語になっているというふうに今言われています。ですので、こんなに魅力的な方言がなくなってしまうのは悲しいことじゃないですか。それで、徳之島の小学校や中学校では、小さい子どもたちに方言を教える授業も取り入れられています。皆さんの地域には方言ってありますか？なんか面白いものがあればぜひ教えてください。徳之島の魅力4つ目はみんないい人ということです。小さい島なので結構お互い知っている人が多いっていうのもあるんですが、お店とかに買い物に行くとおばちゃんが私に話しかけてくれるんですね。あー、綾乃ちゃん元気って、はい。それでしばらく世間話をします。世間話というのは特に重要ではない内容のことを気軽にカジュアルな感じで話すことを言います。小さい時から知っている人が多いので、誰々ちゃん大きくなったねとか、
よく声をかけてもらえるので、みんなで子育てをしてくれている感じがして温かい雰囲気があります。それと徳之島って入学式や卒業式、あとは結婚式など大事なイベントがあるたびにお祝いをします。家族だけじゃなくて地域の人たちも集まってお祝いをしてくれるんです。都会ではもうそうやって地域の人も集まってお祝いしてくれる習慣というのはほとんどなくなってしまっていると思うので、この徳之島ならではの、田舎ならではのいい習慣だなっていうふうに思っています。今でものそのお祝いをする理由っていうのは、おそらく小さい島なので、やっぱりみんなが大きくなった後、高校を卒業したら島を出ていく人が多いんですよね。ですのでその旅立ちをみんなで応援しようという気持ちを込めてお祝いすることが多いんですよね。ね、島を出たらさっき言ったように遠いのでなかなか帰ってきづらくなっちゃうんですよね。そうなると友達に会えなかったり、地域の人に会えなかったり、家族に会えなかったり、やっぱり大変なんですよね。ですのでそういった若い人たちを応援するという意味を込めてみんなで送り出すことが多いです。実はスペインに来る前は徳之島に2年間住んでいました。私のお父さんお母さんと一緒に暮らしていたんですね。そしてスペインに出発する日、その日は空港にですね、友達、家族、地域の人、みんなで合わせて30人ぐらい、たくさんの人が私を見送りに空港まで駆けつけてくれました。頑張ってねって言って送り出してくれたのがすごく嬉しくて、今思い出しても涙が出そうなんですけど、それぐらい温かい心を持った人がたくさんいます。皆さん、徳之島の魅力伝わったでしょうか？これを聞いて皆さんも徳之島にいつか行ってみたいなと思ってもらえたら嬉しいです。あとはぜひ日本人の友達にもおすすめしてみてください。今回のお話以外にも日本人の好きなタイプや日本人の教育などについてたくさんお話ししていますので、他のお話もチェックしてみてください。それでは皆さん、最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。